ここですね、おそらくね、古代下水道、この下に、地下にいるみたいですね。初めてやな。ようやくストーリー的な感じになってきましたけど。え？処刑されたんですかね。これをね、この上で倒さなあかんってことかな。ここか。ここや。ここ行ったじゃないですか。倒したで。ほら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 、動いた動いた。マジか。これ下から行くってことか。え、どういうことどういうこと。もうまた閉まっちゃうやん。よしよしよし。行った行った行った。来ましたよ。え？ロードしてんのか。イニシエの人？読むか。新たな知識を習得しました。下水道さらい。なんか喋っとんな。なになになに？怖い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 。気味悪いな。なんか落ちてるな。読んでみましょうかね。冒険者の置き手紙1。ダルファル人の軍勢に追われて、私たちは古い遺跡へ逃げ込んだ。そこは行き止まりだった。もう終わりだ。盟友セマとは入り口を閉じようと勇敢に足を踏み出したが、ダルファル人のリーダーらしい神を、泥や枝で固めた未開人が、彼を切り殺した。最後の抵抗をするべく私が覚悟を決めた。まさにその時、部屋の床がガタガタと揺れ始めた。壁が揺れ、大地が動いた。蛮族は泣き叫び、通路を走って逃げ出したが、彼らの足元の地面が盛り上がってきた。それはなんと階段だったのだ。それこそ私たちが探していた入り口だった。今さっき帰ってきたところですね。私は素早くセマトの目を閉じ、彼が持っていた武器を手にすると、その死体をまたいで階段に向かった。階段を降りて闇の中へと進み、目がその闇に慣れた頃には、大きな洞窟へとたどり着いていた。ここですよね。なんという光景だっただろう。床は足首くらいまである水に覆われている。濁っていてはっきりわからないが、もっと深そうな水たまりの上には鬼火が燃えていると。青白い光が水の端にちらつき、そのぼんやりとした、光の中で大きな生き物が水の中を動いているのが分かった。水の中でやばいですね。大きな生き物がいると。用心しなくては。本当に財宝がここにあるなら、それを見つけるために私は生きていなくてはならない。財宝もあるんですか。そんなん取ってる余裕あるかな。お、なんやなんや。なになになに。めっちゃ深そうやな。どういうことどういうこと。鬼火が光ってるよ。どこに行けばいいの。かなり広いでしょ。どうしよう、こっち行こうか。ここが深いですね、なんかね。潜るってこと？こっちへ来て。どこ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 。いや、でも何もないですよね。こっちへ来て。長なりそうやけど、面白そう。それで行き止まりばっかりやね、ほぼ。いや、なんかあるんか。わかんないですよね、暗くて。誰か、でも泳いでるな。え？ここは？わかりますよ。怪しないですか。潜る。
もない。なんもないね。やばい、腹が減って力がね。普通にシーソーっすけど。なんか食う？なかったかな。全部用意してきてないからな。何にもないわ、これ。誰か倒したいな。さっきのとこですかね。さっきのとこだね。これは？あ、なんかある。宝箱あるやん。あ、骨の出汁ありましたわ。ラッキー。ということで、これ飲みましょう。ギリギリ助かったな。これで、ちょっとはマシ。いや。多分、あん中のどれか一つに、つながるところがあるんかな。これは？こうなんすか。敵がいそうっすね。フィッシュ。謎が多すぎるじゃない、これ。はい、松つけましょう。めちゃくちゃおもろい。ここ入っていくよ、みんな。入られへん？開かへんよ。どういうこと？あ、開いた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 。今や。開きました開きました。進もう進もう。泳がなくてもいいんじゃないですか、別に。泳いだら、その、そこに財宝があるとか、そんなんじゃないですか。倒しちゃいいんでしょ。アイテムを取りたいんですけど、そんな余裕ないわ。腹減ってるでしょ。これ？これは登る感じ？あれ？行かれへんな。登れない。なんで？行けるでしょ。あれ？そんなアホな。なんもない。消えていく。登れない。なんでしょうね。なんかあれに、なんか当てなあかんのかな。これ。あ、ほら。いったいった。そういうこと？え、どうなんだ。ああ。なるほど。これで泳げるから上上がれるってこと？マジで？行けました行けました。今のはすごい。やっぱなんか怪しかったもん。賢い人。とね、あと、骨の出し、一回。もう一回飲もうか。出し。最後の出し。これなんとかいけたね。上がった上がった上がった。もういいじゃないですか。来た？まだまだ罠ありそうっすけど。なんか落ちてくるとかない？大丈夫？愛する人早くて。どういうことっすか？あとなんか火灯さなあかんの？あれか。あれやな。ほら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 。ここは？え？ちょっと待って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 。怖い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 。上に上がらなあかんの？え？はい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 。上がったで。どうなってんの？ブリクリ倒したいけど。あ、水が引くんか。早くやらんと。
この調べろと。上に上がっとかなかったのか。多分ね。ここか、上に上がっとけってことか。ここか、ここか。あ、いた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 。難しいわ。そろそろじゃないですか、これ。これ、ちょっとやってみます？ボス戦じゃないですか、これ。違う？何何何、不気味っすよね。これ上がったらいいんじゃないですか。無理。泳ぐのよ。泳ぐのよ。これオッケーか。あともう一個あるってこと？あ、ここか。いけたいけた。ってことは、合ってんねんな。もうギリギリやないですか。これ水が上がってきたら、ここ登ればいいんじゃないですか。そうっすよね。泳げ、行け。ここじゃないですか、ここ。ここか、ここ。よっしゃ、いたいたいた。いったんじゃないですか。で、ここはどうするの。これ、いったいったよ。あ、来た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 。ここじゃないですか。よっしゃよっしゃ。来たんじゃないですか、とうとう。てか、倒せんのか。え、なになになに、これなに、これなに、怖い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 。お、なんかあるぞ。ガス玉いら。これは何ですか。もっと近くに。なへん、これ入って遠くないわ。これ入っていいんですか、これ逆に。え、三翼、なぜか三翼って。うわー、やば。こっちか。もういいでしょう。ちょっと待って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 。倒せるでしょ。え、強い。おお、倒した倒した。え、無理やろこんなん。一応アロエがあるんで、ただ飯食ってないんすよね。中呼吸、今頃。行きましょう。なんかセーブとかできたらいいんですけどね。もうそんなにでかい罠ないでしょ。おいで、わだ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 。それはないわ。いや、めっちゃおるやん。無理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 。
倒せるのは倒せるけど、あと2体。ギリギリや。はい。いや、いけんのこんな。ギリギリなんすけど。鋼持ってるやん。やば。レベルが違うな。で、セーブとかできないですかこれ。これは。え？ちょっと、もう無理っぽいねんけど。進め。来た。なんすかこれ。下はどうなってんのこれ。いけんの。泳いでいく感じ。どこどこ、ここ。ちょっと来た。どういうこと？これ？いけた。むず。あんな遠いと思わなかったわ。で、ここっすよね。もういいでしょう。その前に死にそうなんですけど。え？どこ何がおるんすか。やばい。え、何来た。ちょっとこいつじゃないですか。これは無理やわ。ようやく行ったけども、分かりにくい場所が。減ってるからあかんやろ。あかんの。え？